マウントバーノンはアメリカ合衆国ニューヨーク州の南東部ウエストチェスター郡にある都市である。ニューヨーク市のブロンクス区に接している。2010年国勢調査での人口は67,292人だった。元電鉄会社ビルサウスサイドマウントバーノンはニューヨーク州で8番目に人口の多い都市である。ノースサイドマウントバーノンは郊外部の外観であるのに対し、 サウスサイド・マウント・バーノンは都市的な感覚があり、南に接するブロンクス区の趣きがある。実際に1894年、マウント・バーノンの住人は、キングス軍、リッチモンド軍、クイーンズ軍の有権者と共に、ニューヨーク都市圏と一体になるかという命題での住民投票を行った。他の地区での結果は肯定的だったが、マウント・バーノンとヨンカーズでは大変否定的であり、 ニューヨーク市には入らず、独立した自治体の体を保っている。マウントバーロンの中心外事業地区は、市のサウスサイドにあり、市役所、オフィスビル、その他市の施設がある。マウントバーロンは、ジョージ・ワシントンが晩年を過ごしたバージニア州のプランテーションにちなんで名付けられた。隣接するブロンクス区にあるウェイクフィールドは、ワシントンが生まれたプランテーションから名付けられている。しかし、 マウントバーノンという名前はワシントンの以前からある。アン・ハッチンソンが17世紀にウェストチェスター市を設立し、そこに緑の山があったことからマウントバーノンと名付けた。マウントバーノン公共図書館は事前事業家アンドリュー・カーネギーから市に送られたものであり、1904年に開館し、現在はウェストチェスターの中央図書館の一部となって、 軍内あらゆる年齢の住人に教育、文化、コンピューターのサービスを提供している。1960年代、マウントバーノンは北部スタイルの人種分離によって分裂した都市になっていた。多くの黒人がアメリカ合衆国南部から北部に来て良い食の機会と進んだ教育を求めてマウントバーノンに入った。これと同時に、 ブロンクスやマンハッタンの多くの白人がニューヨーク市で犯罪率が上がっていたためにマウントバーノンを新しいベッドタウンと見て移ってきた。その結果、マウントバーノンはメトロノース鉄道のニューヘイブン線で二分されるようになった。人口の多い線路より南は圧倒的にアフリカ系アメリカ人が多く、線路より北部はかなり白人が多かった。1970年代の この人種分離が高まった時に、オーガスト・ペトリリョが市長だった。ペトリリョが死んだ時に、トマス・ E ・シャープが市長に選ばれた。1984年にシャープが死んだ時、カーメラ・イアボニが市長代行に就任し、ロナルド・ブラックウッドが選出されるまで続けた。ブラックウッドは、マウント・バーノン市では、初のアフロカリブ警視庁となった。1996年、 アーネスト D ・デイビスが市長に選ばれ2007年まで務めた。2008年1月1日にクリントン・アイ・アング・ジュニアが市長となり、その4年後の2012年1月1日、アーネスト D ・デイビスが第21代市長として帰り咲いた。2013年、デイビスは家賃収入を報告しなかったことで捜査を受けた。近年のマウント・バーノンは住宅と小企業の都市から、 地域商業中心都市への転換を進めている。2000年から2006年、市経済は20.5%成長し、ニューヨーク都市圏でも最速クラスの成長率を示した。第一ユナイテッドメソジスト協会、ジョン・スティーブンス・テイ、トリニティ・エピスコパル協会複合施設、一番通りにあるアメリカ合衆国郵便局が、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 セントポールズ教会は国定歴史史跡に指定されている。マウントバーノンは北緯40度54分51秒整形73度49分50秒、北緯4 0 9 1 4 0六零度整形73.830507度、73. 40.914060-73.830507に位置している。ウェストチェスター郡では人口で第3位。 人口密度では、第一位の都市である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は4.24平方マイルであり、このうち、陸地4.24平方マイル、水域は0.015平方マイルで、水域率は0.39%である。マウントバーノンの北は、ブロンクスビルのビレッジとニューロシエルシ、東は、ペラム町と、ペラムマナーのビレッジ、南は、 ハッチンソン川、ブロンクス区のイーストチェスター地区とウェイクフィールド地区、西はヨンカーズ市とブロンクス川に接している。マウントバーロン市役所の標高は約235フィートであり、西のブロンクス川と東のハッチンソン川の間にある位置づけを反映している。晴れた日にはスログスネック橋が市内の各所10マイル離れた場所からも見通せ、 夜には橋の照明を見ることができる。支障は1892年に設定されたものであり、当時のマウントバーロン市で最も高いと考えられた場所が描かれている。すなわち4番通りに近いトリニティプレイス、バーンズアベニューのビスタプレイス、ワシントンプレイスとジェファーソンプレイスの間の北10番通りである。その後、市内の最高点はブロンクスビルトの市会。 ニューヨーク州道22号線、北コロンバスアベニューであることが分かった。リンカーンアベニューとグラマタンアベニューが交わる点にある、ザサークルマウントバーノンは、通常4平方マイルの中を4つの地区に分かれていると考えられる。すなわち、中心街、マウントバーノンハイズ、ノースサイド、サウスサイドである。中心街、マウントバーノン中心街には、 グラマタヌアベニューと4番アベニューショッピング地区、ペトリル交通ハブがあり、市の政府庁舎がある。中心街は40年前と同じ状態にある。同じ半世紀経過した建築物の並びがあり、ほとんど変化がなく、周辺の急速な開発と対応するために苦闘している。元市長のクリントン・ヤングがマウント・バーロンを新しい中央事業地区で新進現地にすると誓った。 その失敗した計画には、中心街で、諸行オフィス空間を作り、高密度な開発が行える、地域再区分、さらに手頃で、市場に合わせた、住宅価格があった。マウントバーノンハイツマウントバーノンハイツは、標高が高いので、家屋のうねる丘というあだ名がある。サンドフォード大通りには、市の商業回廊がある。サンドフォード大通りは、サンドフォードスクエアとも言われ、 ベッドバスビヨンド、ベストバイ、コロニアルプラザ、CVS、ファーマシー、フェイマスフットウェア、フーパーズタウン、ペトコ、レストランデポ、ステープルズ、ストップショップ、ターゲットなど、アンカー店のある商業回廊となっている。サンドフォードスクエアには、マウントバーロンの住人、ウェストチェスター郡の近くの町やブロンクスの住人、さらに、 メリットパークウェイと週刊高速道路95号線からハッチンソン川、パークウェイとなる道を通って遠くコネチカット州からも買い物客を集めている。この回廊の商業開発の大半は1980年代から始まった。この地域は大通り沿いとその周辺400エーカーの中での経済開発を奨励する再開発が進行中である。 ノースサイドマウントバーロンのノースサイドは、ウェストチェスター郡で、最大級に、多様な民族が住む地区である。ここには5つの小地区がある。チェスターハイツ、エステートマナー、オービニエステーツ、フリートウッド、ハンツーとオークウッドハイツの5地区である。フリートウッドでは、多くの大型盛況ビルが中心に並び、それが、グラマタン・アベニューによって二分されている。 ハンツートとエステーツ地区は、マウントバーノンとブロンクスビルのビレッジとの間にある、裕福な住民の地区であり、一戸建て家屋は40万ドルから数百万ドルまでしている。サウスサイド・サウスサイドの境界サウスサイドは、ニューヨーク市のブロンクス区に接しており、ニューヨーク市に似ており、パークサイドとサウスサイドの小地区がある。パークサイドには、多くの工業会社があり、 サウスサイドの残りには多世帯家屋、アパート、商業、住宅のプロジェクトがある。サウスサイドには、ブラッシュ公園、ハッチンソンフィールド、ボーイズガールズクラブ、セントポールズ協会国定歴史史跡など著名な場所がある。サウスサイドの出身である NBA バスケットボール選手ベンゴードンが、市に遊戯場に面を寄付した。一つは南8番アベニュー。 もう一つはマウントバーノン YMCA 家族センターである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マウントバーノンはその大きさの割に非常に多様な民族構成となっている。住民の先祖をたどると98以上の国が申告される。出身国と地域はブラジル、カリブ海、エリトリア、ガンビア、ドイツ、イタリア、インド、 ユダヤ韓国、メキシコ、中東、ポルトガル、プエルトリコなどである。中心街の北と東の地区に、ブラジル系の住人が多い。軍内では、西アフリカと西インド諸島出身者が最も多い。これらの集団は、ブロンクスとの市境に近い市の南西宮に多い。住民から申告された先祖による分類は、以下の通りである。ブラジル人、 社会2000年国勢調査では、ブラジル人子孫が高い比率で住んでいることを示している。ブラジル人には、アフリカ系アメリカ人、白人、根血、あるいはラテン系が含まれている。マウントバーノン氏と在ニューヨークブラジル領事館による推計では、マウントバーノン市民の10人に1人は、ブラジル出身であり、その3分の2は、ポコスで、カルダスの出身である。 ブラジル系社会は、西林間アベニュー近く、マウントバーノンアベニューの角に始まり、販売力だって、グラマタヌアベニューまでに集中しており、東林間アベニューまで広がり始めた。ブラジル系の店がこの部分の商業地域に並び、この地区の公立学校はポルトガル語が話せる教師や相談員を持ってきている。地域の通りではポルトガル語を聞くことができる。マウントバーノンに住んでいる。 ブラジル系住民は、ブラジルの故郷の街も変革させてきた。その経済に多額の金を送り込み、新しい住居や事業のために金を出すことに貢献してきた。この送金が大変重要なので、ブラジル系ジャーナリストのウォルター・アルバレンガは、ブラジルの公共テレビに載せる、ニューヨーク、ブラジル人の夢と題するドキュメンタリーシリーズでマウント・バーロンを題材にした。 2005年11月、アーネスト・ D ・デイビス市長がポコスで、カルダスに行って、姉妹都市の協定書に署名し、二つの都市間の結びつきを強固にした。マウント・バーノンの主要雇用主産決は、マウント・バーノン市教育学区、マイケル・アンソニー・ジュー・エラーズ、マウント・バーノン病院である。マウント・バーノンのには、市の経済を活性化させる大型の商業地区があり、工業は、電子工業、 エンジニアリング、ハイテク、昔ながらの金属修復があり、主にサウスサイドにある。マウントバーノンは商業と工業のための特区を市の南部に作ってきており、カキのような製造業や全国的に認められた小売業などを誘致してきた。メモリアルフィールドの観客席地域には多くの大小の公園があり、広さ23エーカーのウィルソンの森公園は、 軍が所有する公園である。軍内では古い方である。この公園には波のあるプール、ウォータースライド、スプレーデッキ、水の遊戯場がある。イングランドのチューダー様式の浴場もある。ピクニックや釣りもできる。フリートウッドとチェスターハイツの境目にまたがってハントの森があり、軍が保存していたものを1967年に市が引き継いだ。 ハイキング道や自然の密がある、小さな樹木の並びである。ハッチンソン川パークウェイの南行き側にある、ハッチンソンフィールドの中には、多くの屋外マイナーリーグ野球場や、バッティングケージがあり、また陶器にアイスホッケーができる、ドーム型スポーツ場である、アイスハッチ、さらに屋内ゴルフとテニスは、年間を通じてプレイできる。ハッチンソンフィールドに隣接して、 スタジアムのようなメモリアルフィールドがあり、陸上競技用、トラック、サッカーとアメリカンフットボールの試合場、テニスコートがある。サンフォード大鳥にあるスポーツ施設のフーパーズタウンには、バスケットボールコートや野球クリニックの施設がある。マンツーマン訓練あるいはフィットネスキャンプを提供できる、企業のための施設を貸し出してもいる。現在は、一般公開されていない。マウントバーノンでは、 年間を通じて、屋内、屋外ともに、多くの行事が定期的に開催されている。例えば、5月のメモリアルデーのパレード、8月のベンゴードンの日、ウェストチェスター郡では、最大の芸術と娯楽の祭りであるアーツオンサードフェスティバルがある。このフェスティバルは9月の1日で5万人以上の観衆が集まる。また11月のベテランズデーのパレードもある。 市役所マウントバーノン市は5人の委員による、市政委員会、市長、及び会計監査官が統治している。市警省によれば、権限の平行を取るために市長が2人の市政委員と共に4年間を運営し、市長の後は会計監査官が3人の市政委員と共に2年間を運営する。それゆえに、2015年は、市長と市政委員2人が改選される。 選挙で選ばれる役人の通常の政治的権限を超えて財政評価委員会という抑制と均衡のための採決機関もある。市政委員会は自然体を選挙区に選ばれる5人の委員で構成され、そのうち1人が委員長となる。委員長は5選によって選ばれる。通常は委員長職を持ち回りとしており、4つの小委員会の委員長も同様である。 近年はより経験を積んだ委員を指名するために持ち回りが止められる傾向にある。委員長は市長の不在の場合に市長を代行する。これは市長が町を離れた時、辞任した時、死亡した時に起こり得る。このような場合は市政委員会の議長が委員長となる。また議長代行が議長となる。2014年1月時点で 市政委員会委員長はロバータ・エル・アップーゾである。2015年では委員長がマーカス・エイ・グリフィスとなり、議長は J ・ユハンナ・エドワーズ、議長代行はロバータ・エル・アップーゾとなる。市長はアーネスト・ディ・デイビスであり、4期目である。2007年、軍政委員だったクリントン・ヤングに敗れて、一旦市長を降りたが、2011年の選挙で返り咲いた。 2013年11月にあった選挙で、モーリングウォーカーが会計監査官として再選された。無投票当選だった。任期は4年間であり、ウォーカーは5期目である。財政評価委員会は、市長、市政委員会委員長、会計監査官で構成される。市政委員会委員長は、市政委員会のために投票する。年度予算など、財政的判断すべてと、 法的な問題の多くがこの委員会で採決される。市政委員会が毎週水曜日に開かれ、その翌週の火曜日に財政評価委員会が開催されている。マウントバーノン市裁判所はニューヨーク州統合裁判所体系の一部にある。選挙で選ばれる上勤判事3人が10年任期を務め、非常勤売席判事1人は8年任期で市長から指名される。 この裁判所では、重罪事件すべての第一審、経済の全審理、金額が1万5千ドルまでの民事事件、市内を原点とする賃貸契約、小さな訴訟、交通違反関連のすべてを含む事件を扱っている。裁判所は、市役所に隣接する公衆安全ビルに入っている。市は、マウントバーノン消防署の常勤消防士によって守られている。駐屯所は、 市内の4箇所にあり、シフトごとの隊長の指揮下にある。年間約8000件の緊急呼び出しに対応している。オーク通りにあるエンジン204の車庫法の執行は、マウントバーノン警察署が対応している。ハミルトン小学校マウントバーノン市教育学区には、小学校11校。 中学校2校、高校2校と、オルターナティブ高校1校がある。ウェストチェスターコミュニティカレッジが、マウントバーノン中心街に、軍校教育施設を置いている。2011年、ジャーナルニュースに、キャシー・オドネルとゲイリー・スターンによる、財政破綻の結果として、地域の老朽化した学校が崩壊するという記事が、載った。この記事では、 地域の古い学校校舎いくつかが老朽化しており、その修繕にいくらかかるか、また解体するとすればいくらかかるかを検討している。マウントバーノン市教育学区は、昨年高校の壁が崩壊し、検査官はその建物が煙感知が不十分で、空気の質がまずく、ネズミなど、害獣のいる証拠があり、ホールには緊急照明がなく、接続箱は、 電線が露出していると報告していた。大量交通機関2005年後半、RBA グループの研究では、毎日5000人以上が地域で通勤しており、そのうち3600人はウェストチェスター軍、B ラインバスシステムを、1500人はメトロノース鉄道を使っていた。パークウェイマウントバーノンは、ニューヨーク市とをつなぐ軍のパークウェイの中で、 交通量の多い3本が通っている。すなわちブロンクス川パークウェイ、クロスカウンティパークウェイ、ハッチンソン川パークウェイである。さらに、週刊高速道路95号線と、道87号線も、マウントバーノンの市境から1マイル未満の距離にある。創設から115年が経つマウントバーノン病院は228床、ある。モンテフィオレ両グループに属し、入院治療。 救急救命医療、外来診療に対応している。慢性外傷治療と高圧センターで著名であり、アメリカ合衆国北東部でも最も先進の機関である。積極的コミュニティ治療センター、家族の健康センター、ホップファー看護学校、高圧医療、強化事例管理など様々サービスを提供している。マウントバーノン病院は、軍内で医療、看護、手術、 足治療を行う4病院の一つである。医師教育者に優れた者がおり、専門医学実習生の92%が試験に通っている。マウントバーノン病院の救急医療室では、年間2万5千人の患者を治療しており、現在250万ドルをかけて、その広さを9,000平方フィートから1万8500平方フィートと倍の広さにしようとしている。 この拡張計画では15の個室と緊急対応部の待合室、行動順位決定室などの改修が含まれている。この病院周辺には多くの医療オフィスビルや治療施設があり、マウントバーノン、ヨンカーズの南東部、ブロンクスの北部住人に医療を提供している。例えば家族計画ハドソンペコニックはニューヨーク州のパットナム郡、ロックランド郡、サフォーク郡及び、 ウェストチェスター郡にサービスを提供する家族計画参加組織であり、1935年にマウントバーノンに最初の医療センターを開院した。この病院はマウントバーノン住人に生殖医療治療の重要な資源となっている。マウントバーノン氏の以前のモットーは信じる都市だった。市内の25を超える宗派の礼拝所があることを反映している。 マウントバーノンのメモリアルフィールドは1979年5月にコカ・コーラのコマーシャル撮影で使われた。アメリカンフットボールのジョー・グリーンが出演した。以下の映画はマウントバーノンが舞台になるか撮影に使われた。エドワード・ルイス・ワラントの小説ザ・ポーン・ブロッカーで主人公のソル・ネーザーマンがマウントバーノンに住んでいる。ありがとうございます。